こんにちは、山田幸子です。私のチャンネルでは水彩画の描き方や画材レビュー、そして猫の絵のメイキングを公開しています。今回は水彩絵の具の基本的な塗り方についてお話しします。私のチャンネルでは基本の塗り方についての動画いくつかあるんですけれども、今回改めて撮ってみようと思います。複雑な技法というよりも本当に絵の具を溶いて塗るっていう初歩的な部分をお見せするので、久しぶりに水彩画描いてみようかなとか、初めて水彩画を描くという人に向いている内容になってくるかと思います。それでは行ってみましょう。まず筆をきれいな水で濡らしまして、で絵の具を溶きます。水彩は絵の具を塗るというよりも色水を作って塗るっていう感覚が近いかもしれません。水対絵の具の割合で濃さが変わってきます。このように水が多ければ多いほど絵の具が薄まります。水だけでは当然色がつきません。水が絵の具の白の役割をしてくれると考えると、水彩の濃淡の感覚がつかみやすいと思います。ただご覧になってわかるように、水が多いと乾くまで時間がかかったり、色がムラになってしまったり、乾いた後色の境界線が残りやすくなったりします。また水が少ないと筆先がかさつきやすかったり、長い線を引くのが難しかったりします。そういう時には色を薄めるために少し白い絵の具を混ぜてみるのもいいかもしれません。透明感が特徴の水彩画においては濃い色を大量に使うことは少ないかもしれませんが、もしうんと濃い色を筆先をかすらせずに塗りたい場合は、透明水彩ではなく不透明水彩を使ってみるのも手だと思います。はじめは濃淡の調整に手こずるかもしれませんが、水彩の塗り方の基礎ですし、水の量を調整する感覚に慣れておくと、にじみやグラデーションといった水彩表現をしやすくなると思います。ということで今回は基本の塗り方のご紹介でした。よかった、参考になったという方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。来週は重ね塗りの仕方を解説します。ご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。